カンドストリートのゆうきです。はい、今はですね、原宿に来ておりまして、原宿といえば前回僕もやったんですけど、1万円30分で使い切ろう達也バージョン、イエイ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 ということで、今回は達也に僕のこの1万円をあげて30分で使い切ってもらうっていうご褒美動画でございます。でももちろん使い切らなければこの1万円は自腹になるので、もし使い切られたら僕は今月2万円の出費ですね。前回僕が自腹をしているので、ということで早速やっていきたいと思います。で、今は原宿 の、 ラフォーレ側の竹下通りの入り口でとりあえず待ち合わせしているので、車で待ちたいと思います。見てください、マスクが色違いですね。気持ち悪いですね。今日の達也のコーデはフィラーの靴ですか、これおそらくにアディダスであろうジャージ、そしておっと珍しいこのショッキングピンク的な、春を先取りしてるっていうこのスタイル素晴らしいですね。まだ気づいてないですかね、これはね。あ、気づきましたね。おはようございます。何、おはようございます。おはようございます。何点のタクシーでいらっしゃったんですか？いいえ。はい、30分で1万円買い物、よーい。早く持って。行きます。もう行きますよ。マジで、達也、待って。マジで、達也、もう本当に早く歩くからね。ついてきたよ、絶対に。よーい。ついてきたよ。スタート。はい。走らないでください、迷惑になるんで。ついていけないから、そんな。走りを禁止させた。ただ走らないでください。でも 何通ったか見えなかったけど、おそらくこの施策が盛りだくさんです。997円、意外とする。買いました。何ですかそれ、ちゃんと説明してください。うさぎの走らないでね。他の方の迷惑になるから、まず自分の映えからやるっていう。でもね、全然後ろ姿しか映せないから全然映えてないんだよね。もう被り物のウサギのようにぴょんぴょんとお買い物してますけど、あれずっとにぎにぎしてる意味あんのかな。あ、なんか雑貨屋さんかな。あ、スピンズに。残り22分40秒。なんかちょっと止めてる間にもう動画もクソも、あの人は動画をちょっと考えてもらうというガチの買い物をし始めと、ちょっと YouTuber としてはどうかですよね、あれはね。もうちょっとね、さすがにカメラのあれとか気にしてほしいですね。 YouTuber としてはもうちょっと動画のこと考えながらやってもらっていいですか。もう余裕じゃん。1万円を使えって言われても難しいよ。私もやったんです。1277円。でもなんか買えそうよね。あ、ちょっと、せーの、かげだよ、キラキラよ、かげキラキラよ。こんにちは、かげひろきです。急に僕撮影してて今。ごめんね、セカンドセント途中でーす。セカンドいやいやいや、これどこで買ったの。これ、あの鳥取のジャスコで買いました。欲しいんだけど、どこに。これジャスコかメルカリで買ってください。同じの欲しかったのに。これね、この時期で売ってないんですよ。じゃあ社長探すね。あ、頑張ってください。企画中だから急いでるの。あ、頑張ってくださいね。すいません。おはようございます。影井だよ、ひろきだよ、影井ひろきだよ。頑張ってください。またありがとうございます。嘘でしょ、そういうの興味あんの。あ、でもさ、残ったやつガチャガチャとかもいいね。ちょっと頭がいいこの人。お銭をジャカジャカじゃない、ちょっとした踊りを見せる余裕。ガチャ山アクセサリーショップに入りました。あと何分？12分です。ただなわけあるけ。1個350円で、2個で550円なしですね。お参加を
4つ残りが177円は大変そうですね。あなたもおっしゃったように1円でも残したらアウトでございます。誰かお金いる人いますか？ダメです。買い物なので買ってください。あと何分？9分30秒。OK、 余裕。買いたいものがある。残り177円。僕はもう今、撮影のこの撮影よりも名古屋の中に入っているタピオカを飲みに行きたいんです。世界のマクドナルドに入ってきました。ソフトツイスト、大丈夫ですか？そんなゆっくりしてて。あと残り77円。残り77円。買い物ってないんですか？なので、1回終わりました。ズルです。それはもういいことですけど、募金はズルです。それお買い物でって僕おっしゃいましたよね。お買い物ちゃんとした。募金はお買い物ではございません。いいことですけど許して。ちょっと今回の動画のちょっと必死すぎて YouTuber 的にはどうかと思うんで、歩くまで喋ってください。ほとんど喋ってないです今日。今日は達也のお買い物どうだったでしょうか？途中ね、影谷ひろき君にも会えまして、楽しいお買い物だったな。下手くそか。はい、でお買い物終了します。今ストップした時が残りがですね3分37秒でした。というわけで30分はクリアですね。まず時間はクリア。はい、クリアしました。ちゃんとしっかりで買ったものをまずじゃあ教えてください。まずこのうさぎちゃん、自分の格好から入るという。そう、それが大体いくらですか？999円。はい、とスポンジボブとパーカー、カッパとロンティー。はい、カッパではございません。何これ？カッパです。カッパです。うさぎちゃん、それ何に使う？なんかこう目についたからうさぎちゃん。なるほどね。と、リサンガを1、2、3、4つ以上ですか？あと最後にクリーム食べた。ソフトツイストをね。で、残高は0円です。皆さん、でも最初に言った通りですね、お買い物で1万円使い切ってくださいと伝えたので、まあもちろんね、募金は、ポンジの音がうるさくてなんか聞こえない。募金はすごいいいことなんですけども、お買い物ではないので、このミッションアウトでございます。聞こえないが、ポンジうるさくません？1万円返してください。と、これと、これはみんなに視聴者プレゼントします。1万円返してください。皆さんへの達也への愛をいっぱい書いて、ぜひ応募してください。どうですよ、だってこれだって全然私のお金だからね。言うて1万円あなたもうアウトよ。それはすいません、ごめんなさい。でもちゃんといいこともちゃんとしたし、ちゃんと30分以内やったし、いい行いをします。あとで僕は闇金牛島君並みに1万円徴収します。ゆうき君の好感度を上げるには、分かったよ、いいよ、しょうがないなって言って終わるのが普通だよ。プレゼントも好感度狙いでしょ。でもなんか本当になんか買うものが分かんなくって、とりあえずこれとこれも可愛かったから買ったでしょ。あとこれは欲しかったから、でこれとこれは普通に選びました。ちゃんと選んだから、みんなちゃんと選べないからね、色は何が希望かを書いてください。ということで、チャンネル登録、高評価、 YouTube のコメント、そして Twitter のフォローもお願いします。ということで、セカンドスイートの達也と元気でした。1万円返してください。1万円返してください。1万円返してね。